おじろ川は山梨県の北都市を流れか真無川に注ぐ一級河川。河川はシラス、おじろ川として1985年名水百選の一つに選定された。イニシエよりシラスの山中に白黒で尾が白い新芽が住んでいてその霊源は白と黒を明らかにした。人海を律する新芽が住む霊境を源とする川であることからおじろ川と呼ばれている。 海駒ヶ岳の古来の登山道、黒峠ルートの七条小屋上流の北東の沢から、源流が漂流し、ノコギリ岳の両線下の、同じく源流である本沢と交流し、小城川渓谷を形成し貝、海駒ヶ岳の黒峠ルートの登山口である竹、堺駒ヶ岳神社から、線上地を形成し、釜梨川に交流する、小城川上流の渓谷である。渓谷には、線が、 朝日滝、ゆり渓淵、ち、新社滝、不動滝等の淵や滝が多くある。特に新社滝は釜を作りながら三段になって、流れ落ちる美しい姿で知られ、渓谷の一番の見どころとなっている。渓谷沿いには、一周約三時間の遊歩道が整備、されており、トレッキングが楽しめる。藤川水系釜梨川県域河川整備計画、山梨県 AB、白州。 おじろ川、名水百選、環境省、2020年11月3日閲覧、ABC、おじろ川渓谷、北都ナビ、北都市観光協会、2020年11月3日閲覧、ありがとうございます。